準備はいいか。行け。次は取っとけ、この外道が。どこへ行く？森にある古い神殿。なぜだ？着いてから説明した方が早いよ。オーディンと他にも何か話したのか？うん、ヨトゥンヘイムにはもう興味ないって。巨人の秘密を探る気はないし、ラグナロクも避けられるってさ。巨人が死んだことも知ってるのかな？興味をなくしたとは妙じゃな。何を企んどる？何があったのかな？家からも近いね。レイダーの内輪もめかの。奴らの矢ではない。他にも何かいる。私隊だ。死んで間もない。呉服が壊れた後に入ったのかな。あるいはオーディンに守りの呪文を破られたかじゃな。何があった？動物の足跡。もうすぐ橋だ。ああ、橋が崩れてる。神殿には他の道から行こう。なんでまたこんなところに一人で？夢でここに呼ばれたんだ。夢か。ねえ、刃でこれを引っ張って。お願い。ねえ見て、あいつまだ生きてる。いいや、よく見ろ。はあ、今度ヘルレイダーか。誰の仕業？奴らの敵がわしらの味方であることはなさそうじゃな。うん、多分ね。気に入ってよ。信じらんない。普通あんな風に吊るし上げる？待て。一体全体、今のは何じゃ？強く危険な相手だろう。警戒しろ。うん、嫌でも警戒するよ。なんであれ、随分と手際がいいのよ。神殿が見えた。あともう少しだよ。この橋はいつ落ちた？だいぶ前だけど、僕のせいじゃないよ。巨人族とロキのことを知っている人がいるかもしれないって言ったの覚えてる？テ
ヒュールのことか。かつてこの地にいた軍神、奴は死んだ。その割にオーディンはあやつの居場所を悟られぬよう気をもんでおったかの。でしょ、ヒュールなら世界をまとめられるからさ。それにヒュールは巨人の一番の味方だから。もういい。あれ、前に来た時はこんな柱なかったのに。の話だけど、テュールは巨人族の味方だし、もし見つけられれば味方になってくれるよ。それにテュールならロキが何者なのか知ってるはず。もしテュールが今も生きているんだったら探さなきゃ。さっきからもしもばかりだな。事実を話せ。すぐわかるよ。見つけたかは知らんが、証拠があるんじゃろう。ここまで来たなら見て損はあるまい。下
体だらけだ。先に進んだ方が良さそう。手遅れじゃ。父上、刃を使って燃やすんだ。フィンブルの冬のおかげで便利な魔法の威力がすり減り、逆に新たな敵が台頭するとは。言ったそばから。読めたね。男か。登るぞ。はい。おお、随分と上達したもんじゃの。こりゃまたむごたらしい。兄さん。血の海は見慣れとるが、朝からこれでは答えるの。
冬にフレイヤ、トールとオーディン、おまけにストーカーまで。もはや安息の地とは呼べん。父上、母上がくれた盾が。トールにやられた。だがも、ドワーフたちに見せてみたらどうじゃ。後で見せるとしよう。ほら、ここから入れるよ。なぜここに来た？今説明する。巨人の歴史が刻まれた祭壇のことは覚えてる？左に巨人の起源が書かれてて、右には未来が書かれてた。ああ、もういくつも見てきただろう。他には、他にも秘密が隠されてたんだ。前は柱が壊れてなかったのに、祭壇はその奥にあるよ。ああ、どこもかしこもボロボロ崩れとるようじゃの。フィンブルの冬の前では石さえも朽ち果ててしまう。見ててよ。こりゃたまげたわい。行こう。アドレス、待て。どう見ても聞いとらんな。これはどうなっとる？ここはどこじゃ？巨人族だけが来られる場所。伝承は祭壇にも残されているけど、本当の物語だったり秘密の話は隠されてたんだ。ここにね。スコルとハティの話は覚えてる？狼のさ、ラグナロクの到来を操れると思ってオーディンが捕まえたんだ。覚えている。あれには続きがあったんだよ。ほら、巨人が2匹を解放してるでしょ。解放じゃと？これは過去か未来か。それはいつ見たかによる。巨人族は言いそうじゃな。ね、狼は生きてる。バナヘームでね。オーディンも予想外の場所じゃろうな。ほら見て、太陽と月を追ってる。昔からな。なのに見て、月が盗まれちゃうんだ。なぜかね。アトレウス、見てよ、ハティは大物をなくした。天体の窃盗は犠牲者なき罪というかね。
そこに謎の人物が現れて、その人が月を救い出すんだ。そして月が太陽を遮る。皆既日食じゃな。もう100年以上お目にかかっとらんわい。でも今度は矢を追いかけて全部元に戻るんだ。これが一体何だというのだ。すぐわかる。見て、これがラグナロク。オーディンに立ち向かう軍勢を率いているのがテュールだよ。ラグナロクに現れるならきっとまだ生きてるってことだ。でしょ？ミーミル、ありえるのか？オーディンは殺したと言っとったぞ。あの頃はまだわしを信用してたはずじゃ。もしも殺してなかったら、ずっとどこかに幽閉してただけかもしれないよ。またもしもか。もういい。待って。もう家に帰るぞ。待ってよ。まだ見せたいものがあるんだ。すぐそこだから。これは僕が見つけたんだ。他にもまだあるけど。巨人族のものじゃな。ヨトンヘイムへ行ったんか？違うよ。他の祭壇で見つけた。他のだと？いくつ訪れた？全部かな。ひとまず水ガルズで行ける場所はね。きっとその玉も大事なものだよ。これと同じくらい。幽閉されたテュールの絵を別の祭壇で見たんだけど、場所がわからない。でも他の祭壇の中に手がかりがあったんだ。黒い煙、それと血を流す大地。でも僕たちには何のことだか。僕たち、シンドリが手伝ってくれて。ねえ、シンドリを責めないで。僕が言い出したことなんだ。一人じゃ危ないと思って。黒い煙、血を流す大地。ムスペルヘイムのことか？ありえん。オーディンの力も原始の世界までは及ばんじゃろ。わしが思うに鉱山ではないかの。ああ、ドワーフの世界か。ああ、スバルト・アルフ・ヘイムじゃ。鉱山が黒煙を出しとるし、ドワーフたちもオーディンに長く支配されとるじゃろ。きっとそこだよ。テュールは鉱山のどこかに囚われてるんだ。ねえ、どうする？帰るぞ。こっち。いいか、テュール探しをするにしても、スバルト・アルフヘイムにどうやって行く？世界の行き来はオーディンに封じられてしまったじゃろ。シンドリに考えがあるらしいよ。どうせまた余計な考えだ。地面がひび割れてるね。こっちに近道がある。下に何があるんだ？ここでトロールと戦ったよね。お前は我を失った。はあ、用心して進むんじゃぞ。この先は危険じゃ。盾なしでも戦えそう。これが初めてではない。
さん、盾は使えんからな。またしてもお前さんの男の子はこれか。やれやれ。みんな、オーディンとの会話をどこまで聞いた？あの二人は外におったし、ほとんど聞いとらんが、あの子もちゃんと話したじゃろ。心配いらんって。打ち明けていないことがあるとしたら、Thank you.